オリックス山崎幸也さん4年10億まで値上がり。 DeNA が4年8億から4年10億に引き上げ、ソフバン巨人がこれから参戦しさらに高騰する模様。今永だって150イニング超えは1回だけで通算防御率3点台だから、そんな変われへんのちゃうか。 FE 年にキャリアハイの数字を残して市場価値を大幅アップさせるプロの鏡。投げる福田周平。福田周平は楽天から4年8億提示されてどんどん値上がりしていって怖くなってきた。とロッテと4年4億8000万で契約したんよな。ロッテに移籍した福田と同じ末路が見える。リリーフも時でこの総額より高いやつがいるからセーフ。死刑囚扱い戦でくれな。故障はしないけど大事な試合では絶対5回投げきれない5番手クラスにこの値段はヤバすぎるやろ。近年はチェンジアップをうまく使える日は高騰できてるけど、逆に言えばそれ以外の球種だったり制球だったりは普通レベル。ソフトバンクに回収してもらいたいわ。年俸には絶対似合わないってだけで福田周平さんと違ってほぼ稼働のしはないやろ。俺だけ高額なら契約切れたら即クビやろな。4年で10勝できればラッキーだぞ。 FA ってそういうもんだし、金さえあるならノーリスクローリター。山崎4年でオスナ1年分と考えればお買い得なわけねえだろ。ソフバンを貸しすぎ。巨人とソフトバンクとかいう金払ってるうちに範囲になっていく球団。ドスコイよりコスパ悪そうだな。でもこのクラスの選手を他に獲得する手段があるか。あの宣言の速さだとさすがにずっと言われてるように在京希望っぽいけどもな。九州のチームがそれを本にさせるくらいのお金出すかやろうな。マーハムと DeNA は撤退やらマネーゲームになったら巨人ソフバン以外無理や。一番おかしいのは井上の神など C ランクが活躍しないことを一番知っている巨人が一番叶いでそうとしているところ。毎年着に10イニングを防御率 3.5 近辺でまとめてくれる先発はどの球団でも欲しいだろうな。こうすぎだわな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。